わかった。敵発見。あっちに。よし。わかった。発見した。はっ。よし。行動開始する。開始する。私に任せときなよ。見たか。
任されてやるよ。オーダー発令。目標の破壊に全力を注ぐんだ。行動開始するよ。しっかりしなさい。あんた早く、ここ。この身を君に。そう、あいつらに撃たれ。発見したよ。昼飯の角度だ。了解したよ。走行列車に気をつけてください。
振動は。何が起こった？報告せよ。あ、僕は分かりませんが、鉄橋が崩れています。なぜだ。この装甲列車は帝国の威信そのもの。帝国の威信が崩れることなどあってなるものか。なるものか。アバよ、グレゴール。ついに装甲列車を落としたぞ。軍隊少尉、大変だ。ハウゼンを脱走する帝国兵たちがダルクス人の収容所は火の海だ。急いで現場に向かってくれ。なんですって。どうしてこんなことを。こんな建物に無理やり押し込めて火を放つなんて、どうして。小さな子までこんなことをしやがったのは誰だ。あたいがと捕まえてぶっ殺してやる。やめておけ。なんだって。やられたらやり返す。暴力には暴力。それじゃ争いは終わらない。たとえダルクス人だという理由で迫害されようが、俺たちは誇りを持って生きている。俺たちは報復はしない。それがダルクス人の生き方なんだ。ダルクス人の生き方。おい、憎しみを抱いても報復しても誰も救われない。自分にできること一つずつ確実にやっていくしかないんだ。戦車がいるかもしれない。みんな手伝ってくれ。第七小隊の活躍もあり、義勇軍はファウゼンの奪還に成功した。戦場から戻った第七小隊隊員たちはしばしの休息の時間を送っていた。さっき宿舎を歩いてたら他の小隊の連中に呼び止められてよ。ファウゼン奪還は俺たち第七小隊のおかげだって感謝されちまったぜ。だってさ、あの化け物列車をやっつけたんだ。勲章者だよ。そういえばザカさんたちどうしているのかな。収容所から解放された人たちはファウゼンで働いたり、ランドグリスに避難したりしてるらしいよ。そう、みんな元気にしているといいんだけど。
よう。ザカさん、お前その格好、うん、これか。今日付けで俺も義勇軍の仲間入りだぜ。お前さんたちの招待に配属されたから、これからよろしく頼むよ。よろしく頼むって、あんた戦えるのかよ。ダルクスの生き方がどうとかって。まあ細かいことは気にすんなって。これでも戦車兵としての実戦経験もあるんだ。俺が登場するのは小型の戦車だが、歩兵のサポートなら任せてくれ。それにこの隊長さんに興味があってな、一緒について行ってみたいと思ったのさ。え、僕に？まだ少ししか話してないが、人とは違った面白い考え方するなってな。そう言われても特にみんなとずれた考え方をしてないと思うんだけど。ウェルキン、自覚ないのね。まあこれからよろしく頼むよ。